源の寺氏寺は、岡山市中区新京教にある、浄土新州本願寺派の寺院である。岡山県岡山市中区新京橋一丁目3の21霊髄山源、寺氏寺霊髄は、3千年に一度花を咲かせる、霊髄花に由来する。1641年、岡山藩にて回帰。当時の寺地は不明。京徳寺より分立。初代住職、両恵。 戦前まで、一級河川、旭川の中洲、東中島町に、寺地があったが、1945年6月29日の、岡山空襲により全焼。戦後、東中島町の東岸にあたる花畑町に移転。現在に至る。毎月4.5日条例法在1月1日午前、修正会1月15.16日本山。 法恩校参拝5月4.5日英太行法要8月4日19時、裏本法要10月4日、午前バザー12月4.5日法恩校法要12月末、お餅ちつき自然災害被災地への物資寄付、婦人会作成の付近の寄付お盆参り、悲願参り伏せからの寄付14の英代行法座前に開かれる、東北物産展バザーでの、東北物産展本堂栗のお骨堂、 共同モ門徒が世話するレンガ連が日八源、寺師寺で毎年咲くハスの花岡山は、備前ッケと言われるように、日蓮宗の信者が多い。また、新言州の寺院、信者が多い。加えて、英才が岡山の出身であり、江戸時代に藩主池田家が信仰したため、臨済宗の寺院も多い。中区久二清寺、草原寺が池田家の菩提寺で、共に、 臨済衆寺院。古くからの門徒には、中心部の商家出身や職人がおり、岡山城を中心とした地域に、他藩から人材として移住した門徒が多いものと思われる。協定、協定、協徳寺、子供が集まる源の寺し寺という歌があり、境内で子供たちが遊ぶ、開放的な寺院であった。ありがとうございます。